岩立佐保は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ AKB48 チーム B のメンバーである。同チームではキャプテンを務める。愛称は佐保。神奈川県出身。株式会社 DH 所属。2011年9月24日、AKB48 第13期生、オーディション最終審査において仮合格し、同年12月8日に、 AKB48 劇場で開催された AKB486 周年特別記念公演においてお披露目された。2014年5月から6月かけて投票が実施された a k b 4 8 3ブンスシングル選抜総選挙では66位となりアップカミングガールズに選出される。2016年5月から6月にかけて投票が実施された AKB4845 スシングル選抜総選挙では51位となりフューチャーガールズに選出される2019年5月2日に行われた高橋樹里チーム B シアターの女神公演の高橋樹里卒業公演において高橋樹里よりチーム B の新キャプテンに指名された2020年2月24日渋谷ストリームで開催された20 AKB48 新ユニット。新体感ライブ祭り公演で派生ユニット。ハニーハーモニーのメンバーとしてパフォーマンスを披露。弟が一人いる。趣味は駅弁を食べること。1830メートルに収録。次の足跡に収録。ここがロドスだ。ここで飛べ。に収録。0と1の間に収録。ありがとうございます。